先輩、そのノート忘れてて取りに来ただけなんですけど。どこまで見ました？じゃあ私はこれで。どうして追いかけてくるんですか？ノート見た後で来るのってずるくないですか？台風の時は逃げたくせに。最低です！先輩なんか嫌い！今更告白とか、そんなの信じられません。嫌じゃないですけど、やっぱり無理ですよ。もう今までみたいには会えないんですから。こんな気持ちもそのうち忘れちゃいますって。人参の種？これがあれば絶対忘れない？ちゃんと育てますよ。でもだからって付き合うのとは。毎日連絡してくれるのは嬉しいですけど、でも私だって会いたいですよ。私だって本当は。信じていいんですよね？私も先輩のことが好きです。言っちゃった。今度は逃げちゃダメですからね。そんなに心配しなくても、教えてくれた通りに全部やってます。先輩からもらった大事な種ですから、ちゃんと育ててみせますよ。似合ってます。私もこの制服気に入ってるんです。どうです？会いたくなっちゃいませんか？私はなっちゃってますからね。まっとうよ。ねえ、風に飛ばす。